皆さんこんにちは、旅園チャンネルの旅園でございます。今日話す動画の内容は多分ほぼ喋りなんですが、まず最初になんですけど、チャンネル登録お願いいたします。初めて視聴された方でとか、あと私の動画を何度か見たって方でも、チャンネル登録しない方が多分いると思います。その方にお願いなんですが、チャンネル登録をお願いいたします。まあベルマークを設定すると、私の動画が投稿した時に、通知が来るんで、毎度見られるって感じですね。新鮮なうちに見られるって感じですね。まあ、鮮度の高いっていうか、まあ、魚で言えば鮮度が高いってでしょうか。まあ、動画では鮮度は、まあ、ありますけど、まあ、まあ、鮮度の高いうちに視聴するといいかなと思いますね。あと、まあ、コメントもよろしくお願いします。まあ、最近ツイッターを始めまして、まあ、ツイッターのフォローをお願いします。まあ、ツイートしてもいいし、まあ、まあ、私もたまにコメント、まあ、ツイートしますけど、そのコメントをリツイートしても全然いいです。まあ、あと、高評価もできたらお願いします。まあ、動画の質が悪いと思ったら、まあ、低評価しちゃってもいいです。もう全然。ですので、まあ、まあ、高評価、低評価も、できたらお願いします。まあ、できたらですけど。まあ、これはまあ、前置きなんですけど、まあ、現状、当チャンネルの現状と、まあ、今後の動画の投稿内容、あとは、そうですね、今後の方針もちょっと伝えたいな、というのがありまして、今回、動画を作っているものでございます。てか動画、てか動く映像はございません、今回は。もう本当にほぼ真っ暗で、の中、文字が出てるって感じだと思いますが、まあ、多分文字の内容として、旅園のチャンネル登録をよろしくお願いします、なってると思います。多分、今現状、私今喋ってる時は何も、画面の作業もほぼ真っ暗なんで、現状どういう動画になってるかわかりません。で、何を話したいかと、まあ、先ほど3つ言いましたね。まあ、今後の方、まあ、一番違います。今後の方針と、今後の動画の内容と、今の現状ですね。じゃあ、まず最初に、1つ目に、今の現状を話したいと思います。今、当チャンネルの現状なんですが、チャンネル登録者数が70万。視聴回数が2万4000を超えております。で、大体2万回以上は、多分、ツイートじゃなくて、ショート動画の方で、ご視聴、まあ、視聴率を稼いでるって感じですね。まあ、一部普通の動画の方でも稼いでるって感じです。現状、稼ぐっていうか、まあ、今視聴されてるっていうか、方が良いでしょうか。まあ、2万回視聴、まあ、ショート動画で2万回視聴、まあ、まあ、普通の動画でまあ、1000回、まあ、2万、まあ、まあ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 、まあ、ほぼショート動画ですね。現状。で、まあ、今回は普通の動画の方ですけど、まあ普通の動画も視聴はまあ1000回は超えたかなって感じですね、最近。あとまあ登録者数が今現状70人ですね。一時期72人まで到達したんですけど、まあ2名ほど登録をやめちゃった感じなんで、現状70人って感じです。まあ動画最初期4月の1日の時点で確か33人ぐらいだったはずです、チャンネル登録者数。そこから比べれば、今、現状、倍ですね。2倍になりました。まあ、数で言いますと37人ですかね。で、確か最初の1ヶ月は、まあ、現状、まあ、だいたい25人ぐらい登録したんじゃないですかね。25か、まあ20か、その間だと思います。登録者数。登録して、まあ50人。で、まあ、段階踏んで、まあ、最初の方、まあ、40はすぐ行きましたけど、まあ、40、50、60で、今70って感じです。まあ、そうですね。今月中までにできたらなんですけど、皆様のご協力をお願いがありまして、チャンネル登録者数を100人を目指しております。多分、概要の方、まあ、概要というか、当チャンネルの概要ですか？一番、いわゆる動画、まあ、画面で一番右をずっと、右の方にある、なんか、ものですね。
そこには多分今年中2023年に、まあ厳密に2023年12月31日23時59分までに1万人とか言ってますけど、まあ細かいこと書いてますけど、まあふんわりした内容で2023年年に1万人目指す、年度かもしれませんね、まあ多分年だった気がしますけど、そんなことを書いてあると思いますが、多分現状不可能に近い感じですね。で、ですが、まあ、100人、まあ、今月100人もちょっと遠いんですけど、本当にお願いなんですが、100人目指しちゃいます。で、100人登録促すと、まあ、いわゆる知り合いにチャンネル登録をおすすめ、チャンネル登録を進めてもらうといいかなと思います。まあ、いやいやながら登録したっていうのは、それはあまり私としても良くもないですし、まあ、特に登録者側も嫌だって感じだったら、ちょっと、あまりおすすめ、その方法はあまり良くないんですけど、まあ、とにかく、そうですね、初めて視聴した方とか、でもいいし、あとは、またもう、何度も見てんだけど、登録はしてないって人もいましたら、チャンネル登録、よろしくお願いします。本当にそれは本当によろしくお願いします。まあ登録するとメリットとしては、まあ登録しただけだとメリットほぼないんですけど、まあ私にはまあメリットとしては収益化が近づくだけなんですけど、まあ登録者からするとまあメリットを、まあ、つけるとしては通知の設定オンをすることですね。まあオンすると、まあ視聴者からするとまあ新しい動画が来たってことで、まあ、1位決定戦とかやってるんじゃないですか。最初の1回目の決定戦。まあ、そんなの置いといて、まあ、初めて、まあ、見る動画を 見られるという特権がありますね。それができることですね。あと、私の方だと、視聴回数が増えるという、まあ、そういう、それだけですね。ミットも、まあ、あるはあるんですけど、まあ、そんなにないって感じ。ですが、まあ、通知オンすることによって、まあ、皆様の、私の動画の見るか、まあ見るタイミングが、見るか、まあ情報、まあ言う、動画が上がった情報が公開されるんで、良いかなと思います。あとは、そうですね、まあそういう感じです。あと共有してもらうと、まあ私のチャンネルを共有しちゃっても全然いいんです。本当に。あくまでも本当に YouTube やる気、まあ、やる気あるって言われて、まあ、まあやる気はありますからね、本当に。まあやる気あるんで、まあ、動画をポンポン上がると思いますし、動画を自体共有しちゃってもいいですし、当チャンネルを共有しちゃってもいいです。もうどちらでもいいです。まあ、それで、私のチャンネルを紹介していただくといいかなと思います。で、まあ、そういうのもありますね。あと最近ツイッターの方もやったということ、開けたというか、まあ、公開してるということは言いました。まあ、ツイッターの方のチャンネル名も同じく旅そのでやっております。アイコンが多分こちら、YouTube の方は、金沢文庫かな？八景かな？金沢文庫の正名字だと思うんですけど、で、ツイッターの方は神田駅だと思います。裏表紙が丸の内線だったかな？だと思うんで、そちらの旅そのも登録をお願いします。まあ、登録っていうかフォローをよろしくお願いします。ちょっと、冒頭、それをまず、現状はそれだけですかね。あと、まあ、動画本数も、ショート動画が、定期的に1日2本。朝の6時と夜の6時です。現状、その状況ですね。コメントでもいい、コメントをしちゃってもいいんですけど、本当に、この時間、まあ、もしかすると今後時間変更する可能性は現状あります。視聴者からも本当に、時間変えた方がいいというか、見たい時間がちょっと早すぎとか、遅すぎとか、ありましたら、今日本ですけど、日本には変わりはないんですけど、まあ、一本ずつ調整しますので、私の方が。まあ、曜日ごと変更するかもしれません。曜日ごとに時間が違うかもしれません。まあ、現状今、どの曜日、どの日に付けても、同じく6時と夜の10、まあ、18時で投稿は変わりはないんですけど、定期、まあ、放送もちゃんと毎日投稿という感じですね。現状動画のネタが尽きない限りは毎日投稿しようかなと思ってます。あと、まあ、完全に忘れてたっていう時も、現状たまにあります。いつでしたっけ？数日前ぐらいに、完全に動画を作るのを忘れてたという、
時ありましたけど、その時は確か代用で12時ぐらいに投稿したかな。昼の12時ぐらいに投稿したと思います。まあ、現状最低でも1日2本には投稿しようかと思っております。まあ、寝坊したりとか変なことを考えなければ、毎日、最低でも2本投稿します。これは宣言しますんで、本当に、見ちゃってください。まあ、全然見ちゃってください。視聴しちゃってください。まあ、やばい動画、やばいっていうか、変な方向の動画はないんで、ただ、列車が後ろに映ってて、音楽が流れてるか、なんだろう、どっか東京のなんか大都会の風景が見えるかなって感じだと思います。まあ、よく、あと横浜駅の映像、それがほぼ毎日投稿される感じですね。あと、そろそろ、多分、宮北って人が出てきたら、多分、ちょっと違うネタも持っていこうかなとは思います。現状、難しいですね。他の動画できたら、まあ、そうですね、まあ、週1回別々の駅で、なんか撮影するっていうのもいいかなと思います。まあ現状ちょっと、その考えておきますけど、まあ、現状似たような動画ばっかりですけど、視聴していただくと幸いです。一日一日がやっぱ違いますので、もう一日場所も、やっぱ聞いとっても違う状況になってるかもしれません。あんま変わりはないんですけど、まあ、面白いのもあるかもしれません。まあ、風景は、まあ、地味に、ちょっこずつ変わってるかもしれません。まあ、見ていただくと、とても嬉しいです。私からしても嬉しいし、あと、チャンネル登録していただくと、チャンネル登録で通知の上、通知をオンにしていただくといいかなと思います。まあ、それが現状、まず一つ目、ね。で、二つ目の、今後の動画の内容ですね。まず一つ目は、金沢文庫、金沢八景の動画を言おうかなと思います。てか、そもそも金沢文庫、金沢八景ってどこですかと、多分視聴者の皆様は思うでしょう。あまりにもちょっと、細かすぎる内容ですので、まあ、金沢文庫八景って言われても、どこよって、まあそう思いますね。金沢文庫八景ですが、まず最初に神奈川県横浜市、金沢区にある、金沢文庫駅と金沢八景駅、その周辺の、探索ですね。まあ、厳密に言うと、その金沢文庫と八景の駅の右側、まあ、海側って言っても、まあ、わかるわけないかって。方角で言うと、東側の方角の探索ですね。まあ、そんなに複雑なものはないです。文庫だと、まあ、正明寺が登場しますね。まあ、当チャンネルのアイコンの、いわゆる、YouTube チャンネルアイコンっていうのかな。いわゆる、皆さんが見ると、最初に映る、なんですか、写真みたいな感じあると思いますけど、それが確か金沢文庫の正明寺で撮ったものです。現状。ツイッターの方は違うんですけどね。まあ、そんな感じですね。で、金沢八景は、まあ、金沢八景駅の近くに瀬戸神社っていうものがありますんで、その動画と、あとその対岸と反対側に、まあ、道路を隔てあって反対側に、琵琶島神社でしたかね。そういうのもありますので、それで動画を、その系の動画。あとは、そうですね。実は金沢文庫と八景の間も実は歩いたんで、その間の、そうですね、京急電鉄の風景、まあ、紹介できたらいいかなと思います。ちょっと話しながら、あんまさ、確か撮影禁止の総合車両製作所っていうのがありまして、撮影禁止なんで、まあ、京急の方角を見ながら、総合車両の製作所の様子とか、いう感じの動画になっちゃってると思います。まあ、そういう感じも入ってるかもしれません。まあ、そういう感じの動画を上げようかなというのが、まあ、近日中に投稿できたらいいかなと思っています。まあ、そんなにもう、まあ、10日後かもしれません。まあ、本当に、いつ投稿するかちょっと、本当それは本当に未定ですな。普通の動画の方は、現在、本数、1日何本というのは決まってないんで、まあ、不定期に投稿って感じですね。で、その2つ目ですね、動画の内容で、あと、新規動画の内容なんですけど、2つ目として、相鉄線、相模鉄道ですね。その動画を上げようかなと思ってます。相模鉄道って言われても、皆さん、神奈川県民でも、東側の方に住んでる人以外は、あんまピンとこないと思いますが、相模鉄道っていうのは、神奈川県、まあ、日本の神奈川県、その、まあ、東側、まあ、自治体で言いますと、横浜市の、
確か西区、保土ケ谷区、旭区、瀬谷区、泉区、あ、緑って入ったの、ちょっとよく覚えてないですけど、まあ、その辺ですかね。あと、大和市と海老名市と藤沢の湘南台。その辺を結ぶ鉄道って感じです。あ、そこを通ってる鉄道って感じですね。ああ、そう、最近横浜市の港北区も、走ってるらしいんで。さ、言い忘れましたけど、港北。で、まあそういう感じですね。あ、それが相鉄線の、相鉄線のことを相模鉄道の路線網なんですけど、はい、通ってる自治体ですね。まあそんな感じです。で、なんで相模鉄道の動画を上げようかなっていう経緯なんですけど、現在、相模鉄道線は、まあ、相模鉄道こと相鉄は、東京方面、あとは、ま、一部の列車は埼玉まで行くという運行を現在しております。もともと神奈川県内で完結していた路線です。まあ、大体、特急列車で25分乗った、まあ、始発駅、まあ、横浜だとしたら、ま、海老名駅っていうところがありまして、横浜駅から海老名で、大体所要時間確か特急25分ぐらいで、まあ、すぐそれで終点で終わっちゃう、割とちっちゃめな鉄道なんですよ。まあ、そんな感じの路線なんですけど、現在、まあ、今、東京方面と埼玉方面と、まあ、連携して、まあ、相互直通を行っているって感じですね。まあ、東急、まあ、二つルートありまして、相鉄から直接 JR 線の方に直通する、まあ、新宿ですね。新宿、渋谷、恵比寿とか、大崎とか、まあ、武蔵小杉、西大井に、行く路線と、あと、東急線に直通、まあ、新横浜とか、まあ、新横浜は相鉄線なんですけど、新横浜、あと、まあ、同じく武蔵小杉とか、まあ、あと、自由が丘、渋谷、あと、新宿の三丁目、あと、池袋、あとは、まあ、川越に行くのもありますね。川越方面とか、まあ、和光市とか、あとは、魔物によっては、確か、大岡山。まあ、大岡山。まあ、あと、大岡山？まあ、そっちの方とか、東郷市みたいなところとか、あと、目黒、あと、六本木とか、まあ、よく、動画ね、うちのチャンネルよく出てくる市ヶ谷とか、あとは、そうですね、赤羽とか、なんか赤羽岩淵、あと、浦和美園とか、鳩ヶ谷とか、川口とか、川口もどこだな。あとは、まあ、この、まあ、鉄道界で有名な、スーツさんの生まれ故郷の高島平とか、あとは、巣鴨、あと、そうだ、白金台とか、まあ、三田とか、神保町とか、春日とか、まあ、なんかいろいろと、まあ、ありますけど、ほんま、なんか、これ以上細かく言うと何を言ってんか分かんなくなりますが、まあ、そっち方面に向かう路線が最近できたという、まあ、直通によって、まあ、行けたという話がありますので、それで、埼玉とか東京の人が、何この列車、まあ、相鉄って何っていう、多分思うんですが、まあ、その相鉄線を紹介しようかなと思いますね。まあ、さあ、もう最近もう見慣れたよって感じになってるかもしれませんけど、相鉄線の紹介を現在しようかなと思います。まあ、難しい内容ですね。ちょっと相鉄線、まあ、そう。あまりにもマイナーすぎる路線なんで、現在。まあ、ちょっと前は、あまり乗ったことないよとか。まあ、利用しにくいんですよね。まあ、神奈川県民である場合は、ほぼ利用したことがありますけど、まあ、埼玉からすると、あんまり、身近にある鉄道会社じゃないですし、まあ、地名、まあ、基本、相鉄車が普通でもよくて、東京都内なんですけど、まあ、埼玉の方に顔出すのも、たまにあるとかないとか、とは聞きますけどね。まあ、埼玉県民とかからすると、海老名ってどこ？湘南台ってどこだと思いますんで、まあ、そちらの方の紹介もできたらいいなと思います。まあ、埼玉県民からすると、その海老名とか湘南台って言われてもわからないと思うんで、まあ、そのための動画っていう感じです。あと、そうですね。そうですね。まあ、いわゆる相模鉄道の内容を深掘ろうかなと思います。まあ、各駅の紹介もあるんで、その各駅の紹介も、まあ、予定として現在あるって感じですね、まあ予定。あくまでも予定なんで実現するかは分かりません。その日、まあ、まあ、1日乗車券に乗ろうかなと思ってます。あとは、東急線の方じゃないんですけど、直通の、まあ、別の方の JR の直通の
方から動画を撮ると思います。まあそうですね、 JR 相鉄直通線の、まあ、始発である新宿、まあ基本多くの列車が始発って言われますけど、新宿、まあ 一部池袋とか埼玉の方とか直通する列車もありますけど、まあ基本新宿が多いかなと思うんで、新宿始発の JR 相鉄直通線の動画を上げようかなと思います。まあそのついでにですね、まあ、セット的な感じで、それで一気に海老名まで行こうかなと思ってます。その前の全、まあどうなるか分かんないですけど、で、まあそれがまず二つ目です。ちょっと話長いですけど、で三つ目なんですが、千葉県の房総半島に行こうかなと思ってます。まあ私のチャンネルですから、あの現在旅園とか名乗ってますけど、実質鉄園です。正直言うと鉄園ですね。んまあ鉄園に改名しちゃってもいいんですけど、まあ今旅園でやってるんで、もうずっと旅園でやっていこうかなと思ってます。あ、そんなのはどうでもいいんですが、まあ鉄道ネタとして、現在255系の引退話が噂されております。現在 E259 系がカラーリング変更し、今絶賛してるらしいので、もしかすると変な E200 変って言ったらおかしいですけど、新しい色の E259 系が出てくるって言われてまして、その E259 系、まあいつもは成田空港、まあ基本成田空港に行くための列車ですね。基本っていうか、まあ空港行き特急として今現在走ってますけど、もしかすると房総方面の特急に使われるんじゃないかという噂がありまして、なんか試運転もしたんじゃないかな、なんかそんな情報もありまして、実は E がついてたか分かんないですけど、255系を引退させようと、まあ噂があります。引退させようというか、まあ老朽化により引退の予定があるんじゃないかという噂があります。もうその255系登場から30年ぐらい経っておりますので、もうすぐ30年ですかね。ですし、同世代の JR の車両で今 E217 系というのがありまして、それがもう引退をしつつあるって感じですね。どんどん減ってる感じですね。もしかすると近いうちに消滅するかなと思います。その E217 系と同じ世代なんですよ、255系ですので、もしかするとその長いうちに、そんなに近いうちに消えるかなと思うんで、まあその、そうですね、引退前の動画になると思います。まあそれの狙いで、まあ特急の若潮号で房総行こうかなと思ってます。確か若潮だったと思いますね。まあ勝浦で行って、その後東京湾フェリーで帰ろうかなと思いますが、まあ神奈川に戻ろうって感じですね。まあ浜金谷から船が出てるんで、栗浜に抜ければ、まあ、近く、まあ、いちいちもう一度房総半島の今度は東側を通らなくて、東って西側を通らなくてもいいし、まあ、同じ来た道に戻る必要なくなりますし、コストも安くなりますので、まあ、片道特急、片道船っていう、船となんか普通電車乗り継ぐって感じですね。そういう感じの動画を上げようかなと思います。まあ、それがまず、まあ、それが3つ目。で、4つ目なんですが、これが本当に大きな企画として、中国地方と九州地方に行こうかなと思います。中国地方、先に中国地方行くのか、先に九州に行くのか、まあ、現在、未定でございます。完全に未定なんですけど、一応ルート上、現状、今、仮段階っていうか、まあ、ルートとしては、先に中国地方から入って九州に行くって感じのルートを現在、ほぼ妄想の状態ですけど、考えております。ルートとしては、東京からサンライズ、出雲。今、サンライズ、出雲号。まあ、知らない瀬戸号って言うのもありますが、今回はあんま瀬戸号は関係ないんで、まあ、出雲号として、まあ、出雲、まあ、出雲市行きで松江行こうかなと思います。最初に松江行って、その後、木次線っていう路線に乗りたいんで、まあ、一旦新地抜けて、新地から木次線に乗って、備後落合。そこから備後落合から芸備線という路線に乗って、新見から伯備線、山陰線直通の特急八雲号で帰って松江、それで1日終わりで、その次の日が、2日目、まあちょっと、ルート紹介ですか。2日目として、出雲市、まあ出雲の方の出雲大社行って、その後、行った松江からまた今度高速バスで広島の方面に抜けて、そこから広島で、まあ広島ちょっと巡ったら、また広島で一泊して、まあこれでも2泊目ですね。
3泊目はちょっと九州の宮崎県の方にしてるんで、計画としては。で、そのまま広島から、今度は3日目ですが、広島から小倉に新幹線で行って、まあ、山陽新幹線で。のぞみかみずほが知りません。まあ、ちょっとそれも全く決まってないんで、まあ、どの列車になるかわかんないですけど、まあ、小倉まで出て、そこから特急ソニック、まあ、日報本線で、なんかしますけど、大分行きの特急ソニックに乗って、大分行って、大分から乗り換えで、同じく南下する特急日輪号で、大分から宮崎方面に行こうかなと思います。まあ、それが3日目かな。で、4日目が、鹿児島方面に行こうかなと思います。まあ、ルートとしては、都城まで列車に乗って、宮崎城から吉松から隼人からまあ鹿児島中央で、中央でちょっと時間潰して、中央から宮崎に戻ろうかなと思います。で、その次はもしかすると、日南線という路線に乗って、宮崎から鹿児島なんですけど、ちょっと違う鹿児島方行って、まあ、鹿児島、まあ、中心ではない、まあ、鹿児島市とかそっちの方じゃなくて、まあ、市の方の、鹿児島県の志布志市の方に行って、日南線に乗ろうって、帰りに、前回、まあ、前回で、この当チャンネルの最初期の動画で登場した、確か2日目とか言って、2日目の終わりの方ですかね。1日目の初めの方にも出た、1日というか2日目の頭の方にも出たんですけど、また青島の方に行こうかなと思っております。まあ、それが4日じゃなくて5日目かな。で、6日目は多分宮崎市内とか、まあ、その辺ぐるぐる回ると思います。で、7日目がまだ現状わかんないですね。7日目は存在するかもわかんないんですけど、まあ、7日、8日と。で、なんやかんや、また関東に戻ると。まあ、特急列車と新幹線使って帰るか、ちょっとまた別のルートで船で行って、特急で帰るか、ちょっとまだ本当に現在未定でございます。まあそんな感じですね。それが4つ目の、まあその4って感じです。まあ本当にそれも実、まあその、特に1番と2番は実現性が高いんですけど、3番4番がちょっと実現性が低いんで、どうなるかわかんないですね。その高いって言ったものでも、実行しない場合もあります。特に金沢文庫発見は多分実行すると思うんですけど、相鉄線がちょっとわかんないですね。順調。ただ、あくまでも想像なんで、どういう動画、それいつ頃動画投稿するかもわかんないし、まあ、そもそも実行に移すかもわかんないんで、一応ちょっと計画段階です。あくまでも想像段階なんですけど、撮ろうかなと。撮影して動画編集して、皆様に元に動画を届けようかなと思います。まあ、届けるというか、まあ、自動的に YouTube の方に移るって感じですね。まあ、それ検討してもらいます。まあ、現状、その動画、まあ、想像の4つって感じですね。それをあげようかなと思います。まあまあまあ、そんな感じですね。で、まあ、あと最後の方針なんですけど、まあ方針はまあ旅行系とは名乗ってますか。実質鉄道系 YouTuber って感じですね。うん、鉄道系 YouTuber ですね。まあ、旅そのってなんだいって感じですけど、ごめんなさい。旅動画じゃなくて、ほぼほぼ鉄道系の、鉄道と、まあ、鉄道旅だから、いいと思うんですけど、ほぼ旅ですね。旅要素がないですね。まあ、鉄そのですね。解明しちゃえって思うと思いますけど、現状ちょっと、旅そのでやっちゃった以上は、もうずっと旅そので行こうかなと思いますんで、気分変わって鉄そののとこになるかもしれませんけど、現状旅そのでやっていこうかと思ってますけど、方針としては、まあ、鉄道系動画を今後どうずっと上げていくと思います。いつまでずっと鉄道だけには、だとは思わないんですけど、初めはちょっとずっと鉄道で行って、ある一定まで行ったら、九州のところで矛盾が発生するんですけど、まあ、船とか、飛行機とか、まあ、てか、このチャンネル最初の時の方に飛行機出ましたけど、飛行機とか、まあ、路線バス、高速バスとか、どんどん幅広くやろうかなと思って思います。まあ、あと旅そのチャンネルの言う通り旅動画、基本そういうのはあげようかなと思います。まあ、内容としては旅としても、まあ、いわゆる観光地巡りはもちろんのこと。お前に泊まった旅館の紹介。旅館によっては東横インとかあると思いますけど、まあ、ちょっとくらしようかな。まあ、堂々とは紹介しできないんですけど、まあ、現状。まあ、どんどん堂々とできるようになったらもう、ガンガンやっていくと思うんで、もしかすると案件として
来るかもしれませんけど、ほんま旅館とかわかんないですよ。観光地行くかもしれません。まあ案件として。まあ案件来るかな、まあ来ないと思うんですけど、現状。まあ現状ですけど。まあそういう感じで、方針としてもまあそういう感じでやっていこうかなとは思っております。まあそれするのには本当に、本当にお願いされ、ずっとお願いし続けてるんですけど、あのチャンネル登録の方ですね。それをチャンネル登録をしていただくと、とても良いと言いましたが、本当にチャンネル登録しないとあまり知名度が低いもんで、今後と更新変わるかもしれませんので、あの本当にチャンネル登録をよろしくお願いします。登録しても動画が来たって、まあ動画が上がってるとはわからないと思うので、その通知の設定ですね。通知をオンにしていただくと、動画投稿した時に、あの動画が上がってますという通知が来るんで、あのまあ多分 YouTube って書いて来てると思うんで、そのまあ動画を見ていただくといいかなと思います。まあその通知が来たらその YouTube のボタンを押しちゃってもいい、YouTube のボタンっていうか、まあいわゆる通知の、なんていうんですかね、枠みたいなのを押しちゃって、もうすぐ動画にすぐ飛ぶんで、見ちゃってもいいし、あのもう普通に旅そのチャンネルで、まあ旅そのって、まあ旅園と書いて、旅そのって書きますけど、旅そのって調べて検索した上で、あの見ちゃってもいいですし、まあ全然そういう見方は自由です。まあ自由っていうか、まあ自由か。まあ強制はないんで、まあ本当に見ちゃって、どんどん見ちゃってください。もう、どんどん見ちゃってくださいっていうのもちょっとなんかあれですけど、まあもう全然見ちゃっていいです。もうそういう、まあそのために今、父ちゃんの開いちゃってるようなもんですけど、まあちょっとそのためって言ってわけで、もうちょっと語弊があるか。語弊がありますけど、あのまあ、そうですね。まあ見てもらわないと、あまり意味がないかなっていうのはありますので、あの見ていただくといいかもしれません。もしかすると、豆になる話もするかもしれません。ちょっと、わかんないです。今後どういう方、まあ、いわゆる方針として現状、そうですね。規模拡大は絶対するはずなんで、今現在、絶賛規模拡大中なんで、チャンネル登録とか、よろしくお願いします。もうコメントも全然しちゃってください。全然しちゃっていいです。誹謗中傷じゃないければ、何でもいいです。うん。まあ、疑問点とかありましたら、どうぞ。もう視聴、ご視聴しちゃってる、ご視聴じゃない、コメントしちゃってください。まあ、ちょこちょこコメントをたまーに来ますけど、まあ、ちゃんと私もちゃんとすべてのコメントを、まあ、その日のうちかわかんないですけど、最低でも2日3日の間には、そのコメントが来たまあ2日3日ですね。相手までにはちゃんと全部目通してるんで、その辺はご安心ください。多分目通してるっていうことがわかるように、一応、ハートマーク押しておりますので、多分まあ、ハートマークを押してるってことは、目に通したんだなっていうのはわかると思うんで、まあ、それを見える化してる感じですけど、大丈夫です。ハンドマークしてれば確実に見てますんで、読んでますから、最低でも。ですので、まあ、ご安心ください。まあ、返信が必要な内容につきましては、ちゃんと返信していきますので。現在ちゃんと返信してるのもちょくちょくありますんで、本当によくわかんない点とかありましたら、バンバン返信します。コメントもバンバンあげます。もうあげちゃっていいです。本当に。コメントがあれば、ある意味、チャンネルの鮮やかさが全然違いますからね。本当に、そのままお願いしたいなというのがあります。まあ、そんな感じですかね。まあそういうのが方針。まあ、あとはちょっと、宮崎の動画と、ちょっと、まあ宮崎っていうか、旅行動画、最後の大規模計画の4つ目の、中国地方九州旅行の、後の最後の方の方、なんか、どういうルートで帰るか、ちょっと船とか行ってましたけど、船とか、まあ特急新幹線で帰るとか言ってましたけど、実は船の方にはちょっと裏がありまして、裏っていうか、ちょっとやばいことじゃないですよ。なんか、裏だってなんか変なことするわけじゃないですよ。裏あって、なぜ船、まあ、宮崎から船に出てて、まあ、行き先一箇所しかないんですよ。神戸なんですよ。あ、み、ず、ず、
船乗るところは宮崎には変わりはないんですよ。どうしても宮崎から拠点になるんで、九州に来た時は。まあ、ですから、まあ、宮崎港から船で神戸港に帰ろうという計画でありますけど、実は船で帰ってもあんまりメリットがないんですよ。今のチャンネルでしたら。で、もしなぜ船なのかっていうのは、実は神戸って行き先が特に重要でして、神戸、大阪、そうですね。まあ、特に近畿地方のなんでそこかと。まあ、新幹線でも通るんですけど、なんでそこかっていうのは、ちゃんと理由がありまして。実は、チャンネルどっかの YouTuber さんとコラボしたいなと、現状あります。どこのチャンネルでもいいんですけど。まあ、鉄道、まあ、私のチャンネルの感じでしたら、旅行系か鉄道系か、その二択でして。で、我々じゃなくて、私の世代が近いところがいいかなと。で、規模がそこそこ大きい。多分ね、割と最近知名度上がりつつあるチャンネルに目につきましてね。それで目つけたのは、ちょっと名前が似てるんですけど、私のチャンネルと、まあ、西園寺さんとコラボしようかなと、現状思ってます、西園寺さんと。まあ、彼は大阪を拠点にしてるんで、コラボしようかなと思っております。彼っていうのも違和感があるな。まあ、だから、コラボしようかなと思ってます。本当に。まあまあ、西園寺さんのご都合で無理の可能性が多分ほぼほぼ極めて高いんで、多分無理だと思うんですけど、コラボできたらいいかなと。まあ、関係があれば、もしかすると別の動画でコラボして、別の動画に参加することも可能性もありますので、まあ、一番いいのは西園寺さんかなと。なんやかんや、一番見ちゃった、まあ、最近の動画でよく見てるの、西園寺さんが多いんで、西園寺さんとコラボできたらいいかなと思いますね。あと、いろいろとヒントになることも結構、チャンネルごと、まあ、いろんなチャンネルの人と、まあ、最終的にコラボすることはもう、まあ、予定なんですけど、まあ、西園寺さんと、まあ、いわゆる、ちょっとまだ何も動いてないんですけど、まあ、Twitter の DM だからで、うまく、話してみようかなと思います。最悪 DM でも返答があったら、ちょっと話としては、メリットあるかなと思います。まあ、彼っていうか、西園寺さん自身からするとメリットは薄いかなと思いますけど、コラボすると、ちょっと結構重要だったりするんですよ。西園寺さんとコラボできるっていうのは。他のチャンネルでもいいんですけど、スーツさんでもいいですし、まあ他の、そのメインのチャンネルさんでも、ガミさんでも、あとは、今誰が言うんだなんか、まあ、そんな、他のチャンネルでもいいんですけど、西園寺さんが内容としては美味しいかなと。まあ、最近、まあ、大型企画ちょこちょこ上げてると思うんで、まあ、鬼ごっこの日本全国編とか、まあ、路線バスの日本縦断とか、多分内容としては面白い。まあ、見たくなるような動画、まあ、私の意見からすると見たくなりますね。本当に見たくなるような動画を上げてるんで、その嫌なほど長編ではないと。長編っていうか、一般的な動画ですけど、長くないと。だから動画のいわゆる長さも、ちょっと勉強になるかもしれないし、あと、まあ、そういう動画の、いわゆる、アイディア。それもちょっと聞きたいと。まあ、あと、コラボするっていうのは、やっぱり、私の名前も西園寺さんの方の動画に出るかもしれませんし、まあ、ただ、最低でも、私の動画の方で西園寺さんの名前が出ると思うんで、てかもうこの地で出てるか。まあ、西園寺さんともコラボしてる映像が出るかもしれませんので。まあ、そうですね。今後、まあ多分ほぼ確率はゼロに近いんですけど、まあコラボして、どんどん拡大するのも。まあ拡大して、まあいわゆるいろんなチャンネルとごとに参加すると思うんで、なんか企画に参加してると思うんで、それができたらいいなということが、私の感想ですね。で、あんまり、近畿地方って、実はうちのチャンネルで現在、あんまり関東地方とか、まあ最低の神奈川と東京から出てないんですよ、あんまり実は。多分、一時期、なんか最初の方で宮崎県とか出てましたけど、後々ずっと見ると、多分皆さん、多分思ったと思うんですけど、関東で出てなくねっていうの、多分思ったと思うんですよ。関東の東、関東とか神奈川と東京出てなくねと。うん。ですので、現在、県外に出ることが、それ以外の地域に出ることが、割と難しい感じですね。てか、ちょっと動画の規模的にきついなというのは、あるんで、現在、神奈川と東京の、その東側で、ちょっと集中的にやってるって感じですね。まあ、
まあ、こっちのご都合がすごくあって動画の方に重きをちょっと置けてない状況も今、まあ、あるはあるんですけど、それでちょっと都合で合間合間でコスト削減的な感じでちょっと動画を今現在作っちゃってるんですけど、まあショート動画で重きを置いてるのはちょっとある意味そういうのもあるかもしれませんけど、あるんですけどね。まあそういうので、でも県外というか、まあ、遠出に出るっていうのはある意味チャンスなんで、まあ次どのタイミングで遠出するかは確実に決まってないんで、だいたい日付として8月ぐらいに遠出でしようかなとは思ってるんで、できたらいいかなということがちょっと私からありまして、まあ西園寺さんとコラボできたらいいかなと思います。まあ天と地ぐらい離れてますけどね、チャンネルの登録者数、視聴者の数とか、まあ、登録者数はどうなのかな。まあ、天と地離れてますんで、ちょっと、まあ動画本数も違いますしね。てか動画の内容の長さが全然違いますから。まあ私、ショート動画で数稼いでいる状況ですからね。まあちょっと、そうですね。コラボして、どんどん拡大していきたいなというのがあります。ですので皆様にチャンネル登録をお願いいたします。現状、本当にチャンネルが、当チャンネル、まだ現状ちっちゃいんで、本当に、まあ、多分目標として本当に今年中に一番人間してるんで、本当に1万円までいかないと いけないなというのはある意味あります。まあ、いけなくてもいいんですよ。あくまで目標なんで、まあ、成功したらいいかなというのはありますけど、現状だと難しいんで、本当になんですが、皆様に再度うるさく言っちゃっても申し訳ないんですけど、チャンネル登録をお願いします。まあ、その上、通知オンにしていただくと、私の動画が来た時に、ポチッとして押して見られます。本日は市街駅の動画を上げましたとか、まあなんですかね、杉田駅の動画上げましたとか、そういうのも あると思うんで、まあそういう感じで見ていただくといいかなと思います。あと私からおすすめ動画として、横須賀線と京浜東北線、その全面展望、二つの全面展望とか、あと杉田駅の紹介、あとは市街駅の紹介、あと水道橋の紹介もあります。まあいろいろと動画が上がってるので、見ていただくといいかなと思います。あと当チャンネルの初めの方の宮崎県、まあいわゆる宮崎旅行の動画と、それプラスの商品紹介も、お土産の商品紹介の動画もありますので、見ていただくと嬉しいと思います。ここまで長い時間ご視聴いただきありがとうございます。厳密にはお話を聞いていただきが正しいでしょう。まあ、皆様に最後の最後のお願いなんですが、最後の最後、まあ、最後ではないですよ、全然。まだチャンネルはこれから長く続けてやっていくと思うんで、皆様に、この動画の最後のお願いなんですが、チャンネル登録、高評価、ベルマーク、まあ、通知の設定をオンにしていただくこと。まあ、あとは、共有、英語で言えばシェア、あと、まあ、サブスクリーンとか、ライクとか、お願いいたします。まあ、低評価、高評価、まあ、高評価つけてもいいですし、まあ、下手して低評価でもいいんで、本当に、当チャンネルを、ご視聴いただいてもらうってことが、私の、このチャンネルの役目であります。また、ツイッターの方もやってるんで、ツイッターのフォローもよろしくお願いします。まあ、フォローしてる、私がツイッターでフォローしてるチャンネルは割と、有名どころのユーバースーツさんとか、サヨンジさんとか、あとは、タッチチオクラブさんとか、まあ、いろいろと、交通系、旅行系、あとはまあ、鉄道会社もありますね。JR 東日本とか、東海とか、西日本とか、まあ、東京メトロもありましたっけね。まあ、いろんな会社はあるんで、フォローしてるところで、まあ、見ていただくと、いろんなチャンネル、まあ、いわゆる、ツイッターの方も、わかるかと思います。まあ、運行情報も、登録してると思うんで、見ていただくといいかなと思います。長い間、ご視聴、誠にありがとうございました。まだの機会を待ってます。